キュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編。こんばんは、水崎たまきです。1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。2週間から1週間毎週の放送になってね、いやー思ったよりもねちょっと大変かもしれないですけれども、周りの皆さんがいろいろと取材ですとかお声をいただくことに協力してくださってなんとかやれてます。そしてね、早くももう年末師走でクリスマスがねもうじき来るんですよ。その割には暖かいというかね、冬らしくないそんな気温が続いています。まあ、もっともこの番組が今放送されている時はまたぐっと寒くなってるのかもしれませんけれども、全体的に暖冬なんでしょうかね。私は常々一度はホワイトクリスマスを味わってみたいなと思っているんですけれども、今年もその夢は叶いそうにありません。一年の締めくくり、皆さんは今年のねご自分を振り返って何が変わった、何を成し遂げられた、そう考えになりますか？私はね、変わったことというと占いの仕事も、まあ、少しね増やしてみて皆さんと対面で鑑定させていただくというようなことを始めて、よりねこうタロットカードっていうものの深みを知りましたし、もっともっと読み込めるような人になりたいなって、さらにね学ぶって言ったら変なんですけれども向上心が湧きました。あとは喋る仕事に関しては上達してればいいんですけれどもね、いい意味で型が崩れたところもあれば、その分なし崩しにね緩くなりすぎてしまったところもあるのかななんてちょっと心配ではあるんですけれどもね。でもそうだな、だんだんと自分の色が出てきたというか、自分なりの喋りが、ラジオでの喋りがつかめてきた、そんな気はしています。まあ皆さんもね、自分でなかなかこれはできたぞっていうのは難しいのかもしれませんけれども、でもきっとね日々少しずつ成長して気づけばこんなにっていうことがあったと思うんですよ。でね、今気づけば少しずつ変わっていたみたいな話をしたんですが、この間びっくりしました。霞が関のあの踏切あるじゃないですか、駅のところのね、あそこの踏切もうだいぶ前から道をね幅を広げるという工事をしていましたけれども、なかなか終わりが見えないなぁなんて思っていましたらば、つい先日ですよ、夜に走っていましたらば、もうしっかりと左右にね道の幅が広がっていたんですよ。もうあとちょっとって感じでしたね。あそこがまあ歩行者の専用になるのか、それともガッと思いっきり広げてしまうのか、まあ、どうなるかはまだちょっとそこは見えませんけれども、でも気づかないうちにね、工事してくださってた方は日々一生懸命毎日身を粉にして働いてくださってたんだなと思うと、ありがたいなと思いました。また上戸に昔ゴルフの練習場がありましたよね。その練習場が取り壊しになってずっと調査みたいなことをしてたんですけれども、ついにねなんか道の始めから一番向こう側の終わりまですごい道幅っていうか狭いんですけれどもね、土がね一本の道になって掘り起こされてたんですよね。だからこれからどうなっていくんだろう。ただあの幅だと車通るのはちょっと難しいのかな、どうなのかななんていうところなんですが、これもやっぱりね気づけばそうなっていたということですから、まだね来年以降もはっと気づけば何かになっているんでしょうね。ついつい忙しいとそうした日常のことって見逃しがちになりませんか。また当たり前にそこにあるものって人間って不思議と目に入らなくなってしまうってこともありますよね。ですから
皆さんの周りには霞が関でちょっとずつ変わっていることがあるかと思います。ぜひそんなところにも目を向けて日々の暮らし送っていっていただけたらと思います。それでは今日も30分最後までお付き合いください。キュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編。この番組は港屋食堂と日本セフティエンジニア株式会社、セフティグループホールディングス株式会社、霞のマッキーの提供でお送りします。改めまして、水玉こと水崎玉木がお届けしております。以前の放送で霞の私の仲間たちが笠畑のアウルの家でクリスマスコンサートをしますというご紹介をしたんですが、先日無事にそのコンサートを終えることができました。ご来場くださった皆さん、そして気にかけてくださった皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで今年も盛り上がったコンサートとなりました。去年とはまた一味違って、私たち演者も客席の皆さんと一緒にそれぞれのね、演目を楽しむ、そして声を上げて盛り上げるなんていう、まあ、そんな催しに変えたんですけれども、それが功を奏したのか、皆さんとってもね、自由に大きな声で声援を送ってくださったりとか、感想をね述べてくださったりとか、楽しんでいただけたんじゃないかなと、手前味噌ではありますが思っております。そんなアウルの家オーナーの小林武野さん、実はこれまでね、武野さんが一人でイベントなども取り仕切っていらっしゃいましたけれども、お話を伺ったところ、5月ぐらいには、まあご自身としてはね、引退という形をしていらっしゃいましたけれども、第一線を退いた形で、とはいえね、バリバリお料理作っていらっしゃいましたけれどもね、他のね、竹のチームができていたんですよ。信頼できる方たちにイベントのいろいろな準備ですとかを任せて、これからはチームでアウルの家を盛り上げていくとおっしゃっていました。それでもね、竹野さんの美味しいお料理はやっぱりね、皆さん大人気でたくさん買ってくださってましたよ。おでんに焼きそば、サラダに唐揚げ、お赤飯、そしてケーキとね、いろいろとご用意いただきました。もうまさにごちそうが盛りだくさんです。そして皆さん大好きなお酒もいろいろありました。ワインから日本酒、ビール、皆さんお好みのものをね、合間合間で買って、それを食べたり飲んだりしながら、目の前でね、生演奏を聞くとか、生歌を聞くとか、ダンスを見るとか、あとちょっとしたトークを楽しんでいただくとかね、みんなでリラックスした、忙しい年末にね、リラックスできるいい時間となりました。お客さんの数は、まあ今年は少し以前よりも減ったかなという気はしますけれども、それでも元気いっぱいの方たちがたくさん来てくださいました。中には大量のね、美味しい美味しい差し入れを持ってきてくださった方もいらっしゃいましたよ。ちょっと休憩の時のね、お声をいただきましたので、どんなムードだったか聞いていただければと思います。休憩中ですからね、ちょっと周りガヤガヤしてますが、それもコンサートの雰囲気を味わっていただく、知っていただくのにはぴったりじゃないかなと思って、そのままね、ちょっと聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。この日楽しんでくれてますか？ごめんなさい、食べてるところ。いや、美味しい。あ、美味しい。ね、美味しいですね、ここのバンス。いや、美味しいですね。よかったよかった。ゆうちゃんまだ食べてるんですね。ありがとうございます。第2部も楽しんでいってください。ありがとうございます。長島さん、楽しんでくれてますか？結構楽しんでます。ケーキたくさん作ってきてくれてありがとうございます。ありがとうございます。何種類ぐらい？バナナとショコラと、あとかぼちゃがあります。ここに今あるんですけど、
はい、その後いただきたいと思います。竹野さんにお願いして、あの休憩時間に配るようにお願いしたんです。なるほどね、ご配慮ありがとうございます。よろしくいただきます。あ、じゃあ楽しんでくださってますか？楽しんでます。ありがとうございます。お酒も進んでますか？どんどん飲みたくなります。今日美味しかったなと思ったもの何ですか？やっぱりビールのハートランドでしょうね。お料理の方ではいかがですか？お料理はそうですね、焼きそばをいただきつまみにしながらだったんで焼きそばです。なるほど。じゃあその後第2部もまだありますから、食べることばっかりです。いいですいいです、食べて飲んで楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいいですか？何を？やっとここまで来たということで大変でしたね、はい、やっともう駐車場がなくて最初の方が聞けなかったのが残念ですけど、でもちょこっとだけ一部の後半中さんの曲、そうそう、でかなさんの歌も聞いてかなさん歌えんだってすげーと思って感動しました。ありがとうございます。第2部もまだありますので、中君にはね安定のいつもの歌をね聞かせてもらえるまでは帰れないかなって感じで、そう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 、ね、中君、ね、いつもの歌を聞くまでは帰れないかなって。いやー、じゃあぜひぜひ楽しんでいってください、はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか？皆さんね、美味しいごちそうを頬張ってらっしゃってね、ちょっとね申し訳ない時にインタビューしちゃったなと思ったんですけれども、それでもね本当に皆さん美味しそうに食べててね一番最初にね、ようちゃんにも聞いてたんですけれどもね、ようちゃんもねまさに食べてるところで声にならないということでね、最高の笑顔を一応ねマイクのマイクに声は入りませんけれどもね向けてくれてましたよ。私もね帰りにはおでんとお赤飯と焼きそばといろいろね買って帰りました。皆さんとっても楽しんでくださいましたし、アウルの家の竹野さんとそのチームの皆さんもね、本当にいいチームワークで私たちの会をサポートし盛り上げてくださったので、ぜひ来年もねこうしてクリスマスコンサートやりたいねって皆さんおっしゃってくださっていました。来年もね素敵なクリスマスコンサートをお届けできるように、私たち霞のメンバーもそれぞれまた一年腕を磨いていくことになるかと思います。ぜひぜひ1年後ですけれどもね、こうご期待です。ここからはガラッと話題を変えて、私のギターレッスンのお話ちょっとさせていただきます。実はですね、先週の放送かな、先々週かな、難しくあるけれどもでも頑張りますよなんて言ってたんですけれども、いろいろとギターの先生とご相談しまして、春はねちょっと難しいかもしれないねということで、ちょっとね区切りの季節を少しだけ後ろ倒しにさせてくださいとなりました。そしてあいみの曲を春を意識して、春の日だったんですけれどもマリーゴールド季節を考えてねマリーゴールドに変更しました。とはいえ難しいことには変わりはないんですけれどもね、ちょっとね私がねスケジュールのやりくりがまだ今一つできていなくて、もう少し余裕を持ってみましょうかという話になりましたので、ちょっとそこのところだけはご勘弁いただければと思います。でもね確実に皆さんにね、やりました、ここまで来ましたってご報告できる日は必ず来年持ちたいと思っております。ですからそちらもねどうぞ合わせて応援してください。よろしくお願いします。また先日のレッスンの帰りに先生である歌人さんをお連れして、何でも歌人さん念願の港屋食堂さんにご案内をいたしました。そこでもう食べたくて食べたくてしょうがないと言っていたあれ召し上がってましたよ。それでは今日は私とのトークという形での港屋食堂さんの感想などを聞いていただきたいと思います。果たして称号出るのでしょうか。それでは聞いてください。歌人は先生と言ったらちょっと先生はやるんですね。いつもね、いつも言われちゃうんですけれども、今日も
ギターのレッスンが終わりまして、そうです、ね、お世話になりましてありがとうございます。いえいえいえ、あのね、上達の足がかり手がかりがつかめたっていうことでね、そうですね、よかったなと、ここ2、3回ちょっとなかなかそれが見つけられなくて低迷してたんですが、今日新たにご提案いただいたやり方とか方向でだいぶ見えた。やっぱり頼まれたからには何とかして楽しく覚えられるようにっていろいろね、試行錯誤を自分の中でもして、うん、でちょっと出た答えを今日やってみたんですけど、ああこれがハマっちゃって、ね、よかったかな。私もね、なんかちょっと一筋の光が見えたような気がしました、はい、どうもありがとうございました、はい、でそれとは別に、はい、今日は渡辺さんは初めて港屋さんに来てくださって、そうですね、港屋さん、あの餃子万博ね、それに行っていただいたんですけど美味しかったんで、ただ冷めてたんでね、どうしても焼きたてが食べたいなと思って、たまちゃんにも、ね、前から狙ってたんですけど ね連れて行ってよ、わからないから場所がって言ってたんですけど、今日ちょうどねそういう機会に恵まれて。どうですか、実際まずお店のね雰囲気とか。ちょっとあのパッと見ジャングルっていうか、なんていうか自然がすごいね、あの際立ってるこう飾り付けとか ね、 そうですね、すごい違う世界に入ったんじゃないかなっていうような感じを受けますね。ムードがありますね、はい、そうなんですよ。で今日は念願の餃子定食で、あの餃子をあの無理言って 1.5 人前お願いしたんですね、はい、しかもニンニクありですね。そうっす、やっぱりね、ニンニクはやっぱり餃子といえばニンニクでしょう。人が臭くても関係ないっていうここの餃子ちょっと他とは違うなとか、ここ食べちゃうと他がね、ってありませんか。あのね、最初に感じたのはあのニンニクありを頼んでよかったなっていうほどの存在感を感じて、すごい風味よく美味しかったですね、はい、これはね、あのもう何回でも言ってしまうんですけれども、はい、ニンニクなしもね、はい、あの結構パンチがあるっていうか、あそうなんですか、シソの風味が効いていて、ニンニクの代わりにシソみたいな、そうなんです、それはそれでまたね美味しくて、 そうなんですか、あえてなしがいいっていう人もいるし、はい、あなるほど、結構ね、あの好みもねみんなそれぞれ持っていて、はい、美味しく食べてらっしゃるようなんですけど、あそうですか、今度ちょっとそれも食べてみようかなって気になりますね。はい、あと武田さんといえばやっぱりカレーですよね。カレーもあの一生でもいいなって、これカレー好きですね、はい、ねえ、こちらのカレーも、はい、あの店主の清さん独自の配合、スパイシーな、そうなんですよ、ちょっと日本のものとも、少し違うのかな、でも完全にこう海外寄りの、ね、カレーでもないし、なんかねネパールとかその辺の感じ、ね、多いですもんね、はいはい、今ね、そうそうそう、だからねぜひね、次はカレーも食べていただきたいし、そうですね、あとね、カレーラーメンっていうのもね、何気にあるんですよ。あ、カレーラーメン、そう、ちょっと珍しくないですか。そうですね、これからランチも復活してきたので、あとでね、サービスでコーヒーまでいただいて、あーねー、本当に美味しかったです、はい、そうですね、いや、じゃあ気に入っていただけたということで、そうですね、気に入りますね、本当に、はい、いや、もう、あの餃子万博の時から美味しいっていうのが分かってたんで、もうとにかく何をいつも焼きたてを食べたいっていうのがもう最初だったんで、お店の店主さんのもね、いい人からにじみ出てるような方ですから餃子万博の時には清さんはもう焼きに忙しくて、そうですね、あの正直ね、店頭っていうかあそこに立ってなかったから、はい、会ったのはきっと初めてじゃない、見ました、あ本当ですか、じゃあタイミングが良かったんだ、そうですね、 あの人があの店主さんの清さんなんだなっていうのは分かって、あの時はタマちゃんはい、しか知り合いがいなくて、はい、最初手を振ったんですけど、あの気がつくごめんなさい、ごめんなさい、川越までだってそのためだけに行きました、 ありがとうございます、はい、ではこれからもぜひ、はい、港屋さんと霞ヶ関をご引きにお願いいたします、はい、よろしくお願いします。霞ヶ関のね、いいとこもまた いろいろ教えてください、ぜひ、全然知らないんで、ね、ちょっとレッスンの方もよろしくお願いいたします、こちらこそよろしくお願いします、頑張ってください、ありがとうございます、はい、頑張ります、はい、私にギターを教えてくださっている歌人さんでした。どうもありがとうございました。お話の中でもおっしゃってましたけれどもね、カレーをね好きだっておっしゃってたから、まあ、組み合わせ的な問題は別としてカレーとニンニクをあのご注文なさるかなと思ってたんですが、意外なことにというかね、ニンニク定食みたいな形にしてしたんですね。もうね、あニンニクって餃子と白いご飯ね、うん、ここからもね、あの歌人さんの餃子を楽しみにしていたっていう思いが伝わる気がしませんか。
そうなんですよ。カレーと食べちゃうとちょっとなんだろう、お互いに主張しすぎちゃって、餃子のね美味しさそのまんまを味わえなくなってしまう。だから今日は大好きなカレーは一旦置いといて、白いご飯で餃子を堪能するね。いやー、もう餃子万博からの港屋餃子のファンとおっしゃってくださっていましたけれども、その本気度が伝わってきました。あそこまで言っていただいたらもうあれ出すしかないですよね。ということで参りますよ、宇多人さん、キュンキュンレポーターズ会員ナンバー4番どうぞお受け取りください。イエーイなかなか3番の後の方が出てこなかったので、あ、この企画はもうダメなのと思いましたけれども、ようやく4番の方がね出てきてくださいました。さあ、今ラジオを聞いている皆さん、あなたも宇多人さんに続いて会員ナンバー5番さん目指してみませんか。まあ会員とかね、いろいろ言ってますけれども、あの、めんどくさい縛りも難しいことも何もありません。おいしいなとか、あ、これいいなって、かすみのことでね何か発見がありましたらは、ぜひもう皆さんの声でご紹介いただきたいという、もうただそれだけの企画です。もちろんメッセージにして私が読むという形でもいいんですけれども、やっぱりね、どうせだったら皆さんにも番組に参加していただきたい。うん。ですからやってもいいよって思う方はぜひこちらまでメッセージをください。メールアドレスは tkg887@gmail.com、 tkg は大文字です。こちらで、そうですね、レポーターの件とでも題してお送りください。皆さんからの熱烈なご応募お待ちしております。ここからは番組にいただいたメッセージをご紹介したいと思います。いただいたのはラジオネームあわちゃん、いつもありがとうございます。玉木さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく番組を聞かせていただいています。ありがとうございます。霞が関には国際色豊かな場所がありますよね。そう、東京国際大学です。11月中旬から12月のクリスマスのシーズンになると、第一キャンパスの正門の植え込みに綺麗なクリスマスイルミネーションが飾られるんです。キラキラと輝いた色とりどりの透明感あふれるクリスマスイルミネーションがまさに今輝きながら、学生の皆さん、正門前を通る方々、そして住民の皆様の目を優しい光で楽しませています。このクリスマスイルミネーションが飾られたのはいつだったかは覚えてはいませんが、確か平成の頃から皆様の目を楽しませてくれていたと思います。私は会社の帰りが遅いのですが、学生さんたちが皆さん帰られた後も光り輝き続けていて、帰りの会社員の皆さんも心癒されていることでしょう。東京国際大学のクリスマスイルミネーションが来年も再来年も飾られ続けて、素敵な輝きを放っていただきたいと思っています。教職員の皆様、毎年とても粋な計らいをありがとうございます。このイルミネーションを見るたびに素直な優しい気持ちになれますし、感謝の気持ちが湧いてくるのです。いつも本当にありがとうございます。あわちゃんらしい思いやりにあふれたねメッセージですね。霞が関のある意味有名スポットですよね。見た方はね、うん、わかるわかる、すごいよねって思うかもしれませんし、もしまだ見たことない方は、いやね、想像なさる以上にちょっとね豪華な感じですよ。霞が関ではなかなかイルミネーションスポットないですから、やっぱり一番っていうと東京国際大学さんになるんですかね。それとも皆さんのお宅の近くには
派手派手のイルミネーションやってるお家あるんでしょうか。私イルミネーションの思い出といえば、大学がねキリスト教の大学だったんですよ。でその大学に行って驚いたのは、ちゃんとね点灯式とかあるんですよね。聖歌隊とかもねクラブ活動でありましたから、そういう方たちがね歌ったり、あとハンドベル部みたいなのもあったので演奏してくれるんですよ。こういうところがね素敵だなって思いましたね。もちろんその他のねいろいろなこう宗教学みたいな学びっていうのはちょっとこう熱心にはあまり学びませんでしたけれども、でもああこういうのはねやっぱりいいなって思いました。日本人ってこうなぜかクリスマス好きですよね。あのキラキラとかね、あとなんだろうな、子供の頃の思い出がねとっても楽しいものが多いじゃないですか。ちょっと日本にしては浮かれた行事と言いますかね。お母さんがごちそうを作ってみんなでそれを囲んで、で寝るのを楽しみにまだかまだかとね夜を待って、そして目が覚めたらば枕元にねプレゼントがあるんですよね。私子供の頃ね、あのサンタクロースの正体知りませんでしたから、なんでサンタさんっていつも私が欲しいものちゃんとわかるんだろうって思ってたんですよね。ある時はリカちゃん人形だったり、ある時はモンチッチだったり皆さんわかるかな、モンチッチって懐かしいですよね。私いろんなモンチッチ持ってましたよ。ちっちゃいのからねすんごい大きいのまでね。いやー懐かしいな。そういう思い出があるからこそね、私たち日本人って、まあ、もちろん日本人に限らずねクリスマスってみんな大好きなのかもしれませんね。寒いっていう方がイルミネーションはね似合うのかもしれません。そういった意味では暖冬なのでね、ちょっとムードはどうなんだろうなまあでもねイルミネーションはね相変わらず綺麗です。もし霞が関にお立ち寄りになることがあったら、どうせだったらね東京国際大学さんのイルミネーション見ていってください。あわちゃんメッセージどうもありがとうございました。さあ今日も間もなくエンディングの時間となります。30分ってあっという間ですね。そして2023年もあっという間です。残すところあとわずかな放送ですが、キュンキュンは30日土曜日の放送までラストスパートでね突っ走りますからね、皆さんどうぞ応援してくださいね、聞いてくださいね。さあ来週はゲスト参回です。果たしてどなたが出てくれるんでしょうか。今考えているのはやっぱりあの方の声が聞きたいねえ。1年を統括して霞をどう見ていたのか、そしてね皆さんにどんな愛をもらい、そしてどんな愛を返してきたのか、あの人にお話聞いてみたいと思っています。それでは1週間後皆さんまた元気にお会いしましょうね。どうぞ風邪などひかないでください。ここまでのお相手は水玉こと水崎たまきがお届けしました。キュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編。この番組は港屋食堂と日本セフティエンジニア株式会社、セフティグループホールディングス株式会社、霞のマッキーの提供でお送りしました。